まあ、言おう言おうとは思ってたんですけど、うん、下北沢の駅完成しただろう <laughs> <laughs> そうなんだよないや、あのー、ゆゆ言わせていただくよ違う違う違う完成すんなよそうなんだよ何にマジで完成さんてよ出やすいんだよどこにでも行きやすい <laughs> 行きやすいんだよな北と南の境がまあないなくなってね すごい行きやすいんよなタウンホールにもリバティにもすごい行きやすくなりましたからね違うんだよ俺大体下北行く時は15分ぐらいもう時間取るわけですよ入り時間の駅近くの会場でもねそうそうそうもう5分かかってないよいやそういややりやがったなやりやがったな綺麗なんだよその綺麗広いしなあの改札の前もそう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  改札もいっぱいあるな改札もいっぱいあってね全然スムーズうー違う違う完成させたなぁ本気で完成させたなぁ <laughs> 見たんじゃないさすがに <laughs> 見たぐらいの勢いで急ピッチでやっただろうそのスーパー責任者みたいなやつスーパー責任者がぐちらち見ていや,いやこんなに言うならもうマジやってやろうみたいなああ火ついてな火ついてだって直前までほんとに こんんなななななになるなんて思わいいぐらいなかったまだ1月とか,のだなかなそうそうそう壁ほぼ変な壁で、うん、なんか変な仮説の出口でぎゅうゅう,う,うで出てたのに、うん、いきなりでしょ、うん、いきなりできたんだよいきなりできたなそうなったらまあこんなできるの早くやれっていうのはあったけどな急にできたし、うん、急だったよな急にできただからやれはできるんだよおそらくは。 ずーっとできとったのに隠しとったから <laughs> いやそれぐらいの距離だよな,な <laughs> それぐらいの距離囲い取 <laughs> っ,っただけなんであんな出てきたみたいな <laughs> そう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 ,そうなんか布がダーンってやってそうそてうそう <laughs> 出てきたみたいな感じなんだよ <laughs> 今までだってなかったのに最近ちょっと行ってなかったでしょでも本当に1 2一か月ぐらいですよんんんんでいったらなんかもう完全にできてましたからね <laughs> むちゃくちゃ出やすいキ出やすい 出たとこも広いんだよなそこがいいんだよそれがすごいよくなったんだよ今までは狭いところに出されてそこからすぐ左に折れて隠れ家的に隠れ家的レストランを横目に見ながら行かなきゃいけないっていうとこだったけど今はもう本当に広いいあそこで待ち合わせするの便利だろうなめっちゃ人おったしそうそうそうでもノンストレスノンストレスですかね人いてもノンストレスでね。綺麗になっててねちゃんとできたんだよな やりで完璧じゃん完璧うんこの感じでねだから横浜駅でしたっけそのまだ新宿とか渋谷とかもガンガンやってもらってねこうなったらやりゃできるんだからそうね本気を出して多分できるってことが判明したんで本気を出してできたんかどうか分からんけどなまあいやそうだだって2010年ぐらいからずっと下北なんてやってたわけでしょ全然できなかったので本気出したら1か月ですよ内情はしないよ 1か月でできたわけですからいやいやいやブーン1か月だと思う違う違う違うンのヶ月違う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 違で違う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 と思うよそうでしょうだってあんなになんか警備員の人とかも立ってやってたのにもう完全に完成しましたからね、うん、完全に完成してますからね完成しとるななん,なんでまあ綺麗だ 今渋谷とかがもうやっかりでしょままだまだあ渋谷は今すごいね仮囲いやらないただでさえ出口間違えたら大事なるのにでももうバレてますからねあの囲い取ったらできてるっていうのは <laughs> 何,にも何もやってないっていうのはそんなことない何にもやってないっていうのはもうバレてますから実はもうできてるんですおそらく渋谷も何で隠すんじゃんいやでも下北の時だってそうだっただろさんざん文句言わせといて <laughs> なんか。 フラやったらもうできてますよ <laughs> おそらく相当便利になってますよ渋谷もいやなるんでしょうけどそれはまだずーっと段階を踏んでいかないい,けない,いやいやもうできてるでしょおそらくできとんかなだって下北村だって異常だったもんできる最後のとこ、うん、最後の猛ダッシュえゴールテープが見たらダッシュするタイプだったってことかなその <laughs> ゆっくり走るけどあ <laughs> りゃーみたいないやいやその分からんがんそれは囲い割れとったっけ まあね、うん、あの白い壁にねあの行き止まりだったやつね鉄板の白い壁まあまあ数々のねエピソードで使わせてもらいましたんでそうね、うん、ちょっと寂しいですけどね寂しいなイベントでまで口出しのイベントでまで取り上げたりしてましたからちょっと寂しいですけどまあいろんなところで喋りましたもんねなんかあのずっと走ってた電車がうん もう走んなくなるとか、うん、ずっと使ってた駅が封鎖する寂しさとかよく見るけどでき、うん、て寂しくなるっていうやつは僕らぐらいでそうそう、ね、新しく完成して <laughs> よくなったのにねよくでものやっぱノスタルジックな気持ちというかあのね不便さがやっぱ良かったみたいなところ実はあったというか不便さよかったことはない <laughs> あの不便さが良かったことはないでもエピソードや使わせてもらいましたんで,、うん、で次はちょっと渋谷とかね まあ渋谷かな我々がまだ使うといえばね確かに出口間違えたら終わりでおなじみですからそうね渋谷はあと途中で看板消えるし何かそのああ消える,消えるこってって言ったら途中からない,い銀座線に乗り換えれんのだよ <laughs> 消えるんだよであとそのなんか建物内に出てきて何回かすら分かんなくなるときあるあるあるもう地下なのか地上なのかすら分かんないみたいなね意外と3階だったりするあるあるあるんだよ本当にありますからね弱ちゃだよなちょっと渋谷の方もお願いしますこれから渋谷のことを言っていきましょうそうですねた見てくれてるとは思うんだよねいや下北んありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたこれからできたやめるわけじゃできたんだよ平日毎日口を更新しています ウエストランド井口の。